期間限定フラペチーノのキャラメルプディングフラペチーノです。ここがキャラメルとプディン、プリンなんですかね。なんか綺麗ですね、見た目が。ちょっと飲んでみましょうか。ストローもちょっとこの太めのストロー、うん、あ、上もなんかかかってますね。ほう、これ何やろ。これあれかな、プリンの上ちょっと焦がしてるみたいな感じの焦がし成分。焦がし成分、黒いところ固まってんのかなと思いきや、ここトロトロっすね。これシロップ、シロップになってるな。これ、おや、これいこう。プリンのチュルンっていう感じめっちゃ美味しいんやけど、多分この黒いところやと思うんやけど、ちょっと香ばしい感じがブッと入ってきて、すっごい美味しいよこれ。あんまそうやけどな、ここ。そうやろ、ここやろ、うん、めっちゃうまそう。飲もうか、ここやろ、うん、これ、うん、効いてる苦味がプリンとここのフラペチーノの部分と合わさってめっちゃ効いてる。美味しいよ飲む？いいっすか、飲んでみる、うん、プリン感すごい、すごいよな。プッチンプリン1個ぐらい入ってるよなこれ。いや、もっと入ってるよこれ。プッチンプリンやね、うん、こんなやつやね、プッチンプリンって、うん、2個ぐらい入ってんじゃん。いや、2個やったらもう全部やん。プリン何やと思ってんの。そのぐらいプリン感があるわ。キャラメルプディングフラペチーノでした。